が200メーターにわたって1回、2回、3回クランクして向こうへ抜けるということが分かりました。これが先ほど申し上げた通り、まあ、ほぼ深さとしては5メートル、ね、幅としてはこの感じから、こっちに建物があるんだよね。うん、この辺建物あったよね。前見たと。絡めてとか言ってたね。それがここにあります。それ以前に、実はここからはちょっと見えませんけれども、それに沿うように南北に60メーター2号堀 A というのが見つかっています。ちょっとね、書いてあったな。その2号堀 A というのが、このちょこっと書いてありますけれども、実は大変な重要な鍵になると思います。この2号堀 A というのがあるということは、これを、幅に2メーターちょっと、深さが 1.8 メーターぐらいしかないのかな。それを一回埋めてるんですね。それも、見事にバネつくという方法で埋めてるんです。バネつくというか、突き固めて埋めてるんですね。さて、それからこの大きな水を掘り直してるんですね。ここは重要なところですね。その謎の堀がいつのものか、これがこの太田城の沿線の鍵を握っている、考えています。もう一度申し上げまして、先ほど何でもない穴が2つあるよと申し上げました。それが13世紀中頃の遺物が拠点、だから13世紀中頃の穴かというと、それはまだ分かりません。それと今申し上げた通り、1533年例えばこの時期にとすれば、この堀が掘られています。まさかに、それ以前に立派な、立派でもないけれども、ね、普通の箱盛りがあったということですね。じゃあそれはいつかということは、ご証明されておりませんが、そこから実は、北総線ですので、江戸時代まで使っているお金ですから、なんとも言えませんけれども、2008年の長期伝報という、あるいは、焦燥通報かな、そういった北総線が出てます。ですから、まあ、それはそれは何だというふうに言われると困るんですが、先ほど申し上げたとおり、どちらまで使っているお金ですので、メルクマールにはなりませんけれども、中世に流行したお金であること、流通したお金であることは。でさらに面白いのは、この4号堀、それから向こう、こちらから遠くで後でご覧いただきますが、1号堀というのが見えます。これは、まさに平行して、下の端ですね。それとこの平行して、ほぼ4メーターぐらいの幅、深さ 2.5 メーターの、これは箱多いですね。もうお城で詳しい方がいらっしゃるのに、ね、知らないんで言いたくはないんですけれども、まあ箱堀の方が新しいって言われてますよね。でもそこも箱堀なんですよね。だから箱堀からいわゆる、深くする堀としては箱堀でいいわけですね。だから防御用としては破りしないと、お馬さんが乗って攻めてこられますから、やげにするわけですね。また箱に戻すということはあると思うんですね。実はこの堀からは何も出てません。向こうの堀から出たもので判断しますと、ちょうど瀬戸美濃の大釜で焼かれた1570〜80年代の天目の和音が出ております、はい、ただすっぽん首って普通言うんですが、皆さんよく曜変天目でご存知かと思いますが、あのスタイルではない 丸腕なんですが、それが1点出ております。それとともにこの堀の
特別で、この肩の部分から5、6点並んで回遊陶器が出ております。それを見ますと、ちょうどそうですね、それも美濃瀬戸で焼かれた、瀬戸美濃で焼かれたものなんですが、昔田という窯があるんですが、そこのものとすると16世紀の中頃、1550年代なんであろうかと思われるものが出ております。そういうことを総合しますと、もう一度整理すると、13世紀の穴があり、15世紀の中頃に作られた戦国時代の大きな堀があり、それ以前にあったろうと思あった堀があり、それを壊して埋め戻してから、さらにこの近世って言っていいでしょうね、近世にまで登る溝は2本走っているということがだんだん分かってくるわけですね。ちょっとね、年代感がちょっと分かんなくなってきたんですが、あとはだから坂家さんの動きと、その年代感と、坂家さんの歴史とほとんど今の話が合ってます。いや、ぴったり合ってます。ぴったり行くかどうかがね、ほとんど合ってます。ただ1590まだいたわけでしょ。いますね。いますよね。それやっぱり年代感がちょっとこう狂ってくるんですね。ですから、その辺はもう少し時間をいただいて、再来年の3月に結論を出させていただきます。一番最初はね、12世紀って言うんだけど、太田城が最初に作られたのは1109年なんです。9年ですね。だから12世紀の時期になりますよね。その頃のやつが出てくると面白いんだけどね。ですからね、そこまでは、と思って、これから探してみれば、山茶碗というのがその時代ありますので、それが外から入ってきてるかどうか、それを確認したいと思います。だから美濃の焼き物があったっていうのが、またこれがいいじゃないですか。佐竹さんで美濃佐竹さんが作ってきてるわけですよ。はい、ここで、さらに、今度は、江戸時代のものについてはちょっと確認できませんでしたけれども、近代、ここでね、皆さんに自慢していただきたいのは、佐竹の城もそうですけれども、近代産業遺跡としての、太田倉庫、トンバー公社の太田倉庫、この後も重要なね、その、これからの、その守るべき遺産ではないかと思われます。まあ実際問題、重機で壊してしまいましたけれども、あそこにわずかに残してありますが、あの石、炭なんですね。なんであんなことをしてるのかわかりませんけれども、鳥を埋めた後、石組みを基礎にして、このこれこれ、あの一つだけ見える杭が、あともう一回ご覧になると思いますが、杭が列になって、ここまで来てるんです。この杭列、これも近代の、松の木を、これが礎石立ち建物ですね。これは何のって言われると困るんですが、一応これから、はい、なんかの建て、その細長い倉庫なんですね。で、こんないろんな工法で作ってるっていうことがちょっと疑問なんですけれども、これは先輩の第一級建築士に問いかけてあります。はい。どうしてこんなのがあんのって。はい。校舎の後のあれ。だと、まず間違いなくそうだと思います。ただね、もう一つ農商務省の方の、意向は、ちょっと確認できない。おそらくこの山の中か、山の中か、そちらの山か、どっちかに入ってるんでしょうね。少し低めですよね。地盤面からして、そこの礎石が。そうですね。で、これは、また、
遺物見ながらお話しますけれども、そのいつの時点で何度埋め戻されているか、おそらく佐竹1602年に首ちょんぎられて向こうへ飛んでいきますけれども、その時に水戸さんがどんなことをやってるのか、ね、これがね一番怖いところですね。実はあの堀の上面、今もう崩れて落ちちゃいますけれども、あのまあ言ってみれば堀の中段からちょっと上のところから江戸時代というかな、もうちょっとまあ要するに茶道具に相当するものが出てます。はい、それを見ると1500やっぱり80とか90年代の遺物ではないかというものが出てます。何を意味するか、埋められた後置いたということになります。1800言っちゃいけないかな金銭席にします500人来てください。はい、あそこにあの杭が2本あるのは聞き逃したんですけど、はい、何の杭なんですか。それはね、それ何の杭これもそうなんですよただ建物の基礎の何かであることは確かに、うん、これはあの塚と言いますか、はい、塚石、塚の下、塚ですよね、うん、塚なんかな、うん、塚を建てるとか、床を支えるためのものではないかと思いますね。土台をね、土台をね、うん、ただね、その空列はね、うん、非常に雑なもんですから、うん、列はしっかりしてるんですが、雑なんで、うん、ゲートはつけません。ただ、あの石組みはずっと残ってましたので、ね、あれね、うん、後からできたんでしょ、うん、空列は、基礎でも一軒2メーターぐらいありますよね。一軒より広いですよね。感覚が揃ってないのも。赤土の黒いありますよね、近く。はい、何かそこは あったんですか。これですね、うん。これはおそらく平安時代の住居の跡なんだろうと思う。こちらの方ね。はい。うん、で向こうの柱の跡か、うん。あの黒いところも。はい。そうですね。やっぱ古い、ね、うん。それからもう一つはあそこに何でもない長方形の穴がありますけれども、うん、あれが人が潜ったら2メーター超えます。はい。井戸。あの中から15世紀のこんな大きな瓦手が20枚出てきて、はい、あ、写真載ってたやつか。これはね、説明するのはこれじゃない。向こうからもらった時にまたあるんです。これはね。これではない。気がつくのは私で、写真の点もあるんですけれども、ものすごい数が出てきたんですよ。ほってしてたもんね。してないよな。徳川さんに言っていただければ申し訳ありません。そうするとですね、じゃあ、向こうの二号堀の斜面をご覧いただきます。あそこに捨てたってことね。捨てないです。